いつも見るみたいになんか人づくりのことで聞いてみたいとか確認したいことありますか？何かありました？いいですか？それではですね、今日はテキストをね、わざわざ取りに行ってもらいます。はい。じゃあ、57ページ。はい。お疲れ様でした。57ページ。じゃあ、いいですね。そうさんじゃあ。ダメだなぁ。あれあれ松本さんの。これだいぶ薄くなりましたからね。今まで持ってきやすくなったと思いますので。この辺でどうですか。はい。いや、大丈夫です。じゃあいいですか。それでは、57ページのね、じゃあ従業員教育の進め方っていうところをやっていきたいと思いますが、まずはそこで聞きたいことあったらね、聞いていただけたらと思います。それでは、じゃあ斉藤さんから。はい。従業員教育の進め方。ここまでに仕事に対する人の配分と組織階層の決め方、さらにリーダーの決め方など役割の決め方について説明してきました。組織対策全体ではここまで説明してきたものが 80% のウェイトを占めています。はい。でこれどういうことかっていうと、まず大事なのは、こういう分けるとしたらね、分けるとしたらこんな感じですかね。 25% の 75% で、まあ、こっちを生産性の部門、生産性でこれが間接部門ですね。あ、違う、間接部門、していくと思います。これ関節の関ってこれよかったですか？はい、つまりお店だったらホールのスタッフとか、そういう方の方を 75% して、あるいは営業の会社だったら営業の方を 75% にして、そういう、関節部門のことをね、やっていくんです。まあ、メーカーさん若干違いますけどね。そういう形でこの比率を変えないと、まずこの配置から人づくりを、まあ、組織を考えるときはこの配置がまず大事だという考え方ですね。あとは中間管理職を置くと、いわゆる幹部と椅子を置くとですね、中小企業は大変になるって話をしました。で先ほど言いましたように、某1万人ですね、リストラする会社に行きましたけど、やっぱり上の人はほとんど仕事してないみたいですよね。本当になんて本当に驚きましたよね。なんでその1万人も、ね、人を辞めさせる会社がそんないらない社員の人いるかって分かんないんですよね、やっぱりね。すごく怖いなと思いました、その時もね。そういった意味では、この人の比率とその階層ね、それでもう8割方決まってしまってるんですね。だからあとは別に教育の仕方やろうとしても、もうこの配置が間違ってたら教育してもあんまり成果が出ないっていうことなんですね。だから、まあ、そのとこはまた最初の部分で、ね、読んでいただいたら分かると思いますけども、その辺が大事だというかね、まあ、配分比率っていうんですか、そういうのがあります。それでは次の教育ってなりますので、そこ行きましょう。では、83に行きましょう。はい。この後っていうことですか？その後ですね。この後ですね。この後必要になるのは、社長はじめとして戦術リーダー及び戦術を担当する人の。総さんすいません。ちょっと聞いてます。聞いてます。よかった。どうぞ、ありがとうございます。よかったら、一緒に見てください。すいません。ますじゃあ最初から、この後必要になるのは、社長はじめとして戦術リーダー及び戦術を担当する人の実力を高めるために学習計画や教育計画を立てることになります。新聞社や雑誌社では中小企業の社長に対して今年の重点経営課題は何ですかというアンケートを取っています。この時の答えでいつも2番目か3番目に出てくるのは従業員教育です。しかもこの状態がなんと30年以上続いているのです。もちろん従業員教育を中心としているコンサルタントも従業員教育の重要性を強調しています。はい、ありがとうございます。で2番目が3番目ということで、じゃああと分かりますか？1番目のが他の2番目3番目って何か。人づくりが2番目が3番目にあるんですね。他何か上がってくると思います？営業界だ。そう、営業力アップ。でそうするともう一つは営業力アップというと、もう一つはコスト削減、そこそれもあります。まあ
改善コスト削減もありますし、それ以外に営業力アップというと、もう一つ対するもの、利益、売り上げ、利益とか売上げるために何、どういうものを媒体にするかというと、反則営業でしょ。会社の中で経営パワーって何ですか。経営の力、お客様、お客様作るんだけど、お客様作るときに道具は何ですか。営業以外に実際何と交換するんですか。お金と商品です。商品ですね。あ、じゃあ、よかったらこれ開いてもらいますか。ちゃんと両方で使えるように考えてますので、ページ数で言うと3ページね、ページ数で言うと3ページということで、まあ、武田先生経営パワーとか経営力とか言ってるんで、その下のこの資格の中ね、経営総合力って言ってますけども、それは何かっていうと、商品パワーと営業パワーですね。で、コンピテンシーっていうと、一言で言うと、会社の力と考えてください。会社の力ですね。だから、商品力という会社の力と、まあ、営業力という、まあ、コンピテンシー、まあ、使用能力が必要なんです。で、これ、起業家はなんでしんどいかというと、両方ないからですよね。起業家はなんでしんどいかというと、この両方の能力、まあ、これ、企業の能力と考えたりしますね。まあ、実際人なんですよね。その人を通して発揮する、その企業能力が少ないわけですよ。だから、企業家の方両方ないからしんどいんですよね。で、企業は商品力を上げようと思っても、商品力、これパーセンテージ分かりますよね。何対何ですか。これ3対7、そうですね、7対33対7ですよね。商品サンプル1部というところです。で、そこに人物金の資源というものを通してお客様や市場にぶつけていくわけですね。で、ここに書いてませんが、この反対に競合がいるんですね。まあ、競合は同じような形で出てきているというところです。ね、でそういう意味で営業パワーを上げていこうという。